日本語コンテッペイ、第1回語学学習について。はい、日本語コンテッペイというタイトルで始めます。日本語ポッドキャストですね。で、僕はこのポッドキャストを始めたいと思ったことは、できるだけ皆さんにですね、自然な日本語を聞きながら日本語の、上達をしていただきたいということで始めたわけですね。で、まず僕の個人的な、語学学習の経験から話したいと思います。僕はまあ英語とスペイン語を、勉強してきたわけですけど、まあ、スペイン語は今一番頑張ってる、言葉ですね。というのも今のスペインのバルセロナに住んでいまして、妻がスペイン人ですね。こちらの、ここの出身の人で、まあ、出会ったのが11年前、早いですね。時間が経つのは早い、11年前 でそこでその、まあ、ロンドンで出会ったんですけど、まあ、ロンドンで英語を勉強して、まあ、そこから、まあ、妻とは10年ぐらい毎日に英語で会話をしてるんですね。で、まあ、最近はちょっとスペイン語でも会話をしようと努めてますけど、なかなか言葉を変えるのは難しい。これは皆さんの中にも経験したことがあると思いますけど、まあ、ずっと2人で使っている言葉を急にこうスイッチするのはね、なかなか難しい。まあ、それは置いといて、今日言いたかったことは、僕はどうやってその英語とスペイン語を勉強しているか、まあ、英語を勉強したのは、まあ、11年ぐらい前、まあ、25歳ぐらいの時ですね。まあ、そのちょっと前かな、大学生の時に真剣に始めようと思ったんですね。21歳ぐらいかな、だからかなり遅いはずです。で、なぜ遅くなったかというと、まあ、ほとんどの日本人がちょっと早いですね、話すのが。日本語ポッドキャストとか言いながら、もう少しちょっとゆっくり話そうと思います。というのも、やっぱり、まあ、日本語だけで話すということは、まあ、日本語学習者の中でも、まあ、中級ぐらいの人、まあ、中級とか中級の初級ぐらいの人をターゲットに、ターゲットというか、まあ、その人たちを上級者にしていきたいということから、まあ、始めたわけですけども、ちょっと難しいかな。まあ、最初は早く感じるかもしれないけど、まあ、僕自身も慣れてきたらゆっくりもっと自然に話し方もできるようになるかと思うので、とりあえず第1回目はおとなしくというか、とりあえず第1回目は、まあ、温かく見守ってとか聞いてくれればと思います。はい、話を戻すと、英語を勉強したのは、ポッドキャストですね。ポッドキャストを使って勉強しました。で、今でも、まあ、英語のポッドキャストを聞いてますけど、今はネイティブが聞くようなポッドキャストを聞いてますね。でも、僕が勉強してた時は、まあ、英語はポッドキャスト、その英語学習者用のポッドキャストを聞いてるわけです。で、今もスペイン語を勉強してまして、スペイン語の、ネイティブが聞くようなポッドキャストは少しまだ難しい、ね、僕のスペイン語はまだ中級レベルですね。わかるけど、ネイティブが本気で話すとちょっと難しい、でも少し手加減してくれるとわかる。で、手加減したバージョンの、まあ、手加減した、オーディオをたくさん聞きたい時期でもありますね。で、日本語を、まあ、日本語を僕も教えてるわけですけど、日本語学習者が聞けるようなポッドキャスト、まあ、ちょっと調べてみたところ、あるのはあるんですが、まあ、NHK とかありますね。しかし少し難しい、少し、まあ、簡単
まあ、簡単なのが多いかな。あとはほとんどは英語で話してる、ね、これはあの皆さんもこういろいろ日本語ポッドキャストみたいな、ジャパニーズポッドキャストみたいな、こうね、日本語ポッドとかね、まあなんか、まあ、実際あるのかどうかは知らないけど、まあ、そういう名前の検索をして聞いてたり今でも聞いてたり、聞いたことがあったりするかもしれないですけど、本当に初級者の場合はいいのかもしれないけど、ほとんど英語で説明してたり、シチュエーションをこう英語で話してたりするので、まあ、日本語をもっと聞きたい人にとってはちょっとうーんって感じで、日本語だけを聞こうとすると今度は日本語ネイティブ、まあ、日本人が普通に聞くようなタイプのポッドキャストしかなかったりするわけですよ。で、その内容はというと、まあテレビの話だったり、お笑い芸人が話してる、まあ日本人にしかわからないような、まあうちはネタってやつで、日本人にしかわからないような、話だったりするわけですよね。で、僕がここで、やりたいことはというと、まあその僕は英語で聞いてた、Luke's English Podcast ね、Luke's English Podcast の方がいいかな、イギリス風、とか、スペイン語だと今、Español con Juan とかね、Español con Juan 僕は好きですね。で、あとは Hoy hablamos とかね、Hoy hablamos、あとはまあまあいろいろあります。で、そういう、まあ、Español automático かな、で、そういうのも基本的には内容は語学学習だったり、そのスペイン語の勉強をどうするかとか、モチベーションをどう上げていくかとか、で、英語もそうですね。で、英語、まあもちろんボキャブラリーとか、文法の話もしますけど、基本的にはまあ英語を勉強したり、スペイン語を勉強、とにかく語学というものを中心に話をするわけです。で、僕も語学勉強、語学学習すごい興味があるテーマだし、ほとんどこうやって日本語を勉強している人もやっぱりこう興味があるわけですね。もしかすると日本語は、第一外国語、まあ、例えば中国の方だとすると、日本語を勉強する前にまず英語を勉強してるだろうし、まあ多分スペイン人でもそうですね。僕が住んでるここスペインでもまず英語を勉強して、もしかするとフランス語を勉強して、その後日本語を勉強してるかもしれない。ということで、日本語学習というのはおそらく第2とか第3、外国語として勉強する人がほとんどですね。まず英語はやっぱりやってる。で、まあ英語ネイティブの場合、イギリス人とかアメリカ人の場合は日本語が先かな。でもスペイン語をやりますよね。まずスペイン語をやって、で日本語とか、フランス語をやって、で日本語、まあとにかくほとんどの日本語学習者の方たちは、僕と同じように語学勉強、語学学習ということにすごくこう興味があるわけですよ。あると思うわけですね。なので、このトピック、テーマですね、この語学勉強、語学学習というテーマについて、毎回、話すポッドキャストをやっていこうと思ったわけです、ね、で、少し今日は第1回ということで早く喋りすぎたというちょっと今反省もありますから、次回からは少しずつペースを逆に落としたり、逆にもう少しナチュラルに自然にですね話してみたり、まあちょっといろいろポッドキャスト自体、あ、初めてじゃないですね、ポッドキャスト実は僕は前、他の人とね、安藤さんという人とまあやったことがあって、まあ、今ちょっとお休みしてますけど、まあ、今回一人で始めたということで、まあ久しぶりなんで少し、まあ慣れるのに時間かかるかな。まあでも慣れてきたら少しずつ、いろいろなことを試していきたいと思うので、皆さんも聞き続けてください。で、例えば今回聞いて分からなかった、まあ、ちょっと早すぎる、てっぺーちょっとそれ早すぎるよとかいう人もいるかもしれないですけど、
まあちょっと、まあ、ドンウォーリーとしか、ね、言えないですね。まあとりあえずで僕も、スペイン語とか英語とか、まあ、英語は今わかる、まあ、スペイン語を今聞くときに正直わからないです。全部は 100% はわからない。でも聞き続けていって今、2年半ですね。スペインに住み始めて2年半。でもこれは本当にマジックのようにわかる、ね、早くない。スペイン人全然早くないじゃんっていうね。まあ、日本語はそこまで早くはないですけど、もともとでも、まあ、もちろん初級者の方、まあ、中級者の方には早く聞こえるかもしれない。でもできるだけ自然に日本人が話すペースに近い形で聞き続ける、これが大事です。なので第1回目少し早くなりましたけど、次回からはゆっくり話そうかなと思います。そんなテーマ楽しみにしててくださいね。それではまた。日本語コンテッペでした。バイバイ。